はい、ここでは過去進行形について勉強していきます。中1の後半で現在進行形って勉強しましたよね。あれの過去形バージョンなんです、ね、もし忘れてる人がおったらあかんからね、ざっくり復習しときます。まず僕たちは今まで B 動詞と一般動詞っていう文章を勉強してきたんですよね。例えば B 動詞っていうのは I am a doctor みたいな、私は医者ですみたいな、こう特徴とか性質を表すのに am は is を使って、それを表現することができるとっていうのをやったんですね。で、一般動詞っていうのは I play tennis、 私はテニスをするみたいに行動とか動作を表す、その時に一般動詞っていうのを使ったんです。で、大切なことはこの B 動詞と一般動詞が一緒におるっていうことは普通はありえないよと。つまり英語のね、勉強している初心者によくある間違いが I am play tennis みたいなことを言っちゃう人が中にはいるんですね。こういうのはありえないよっていうことやったんです。ところがその下の文章、これ I am playing tennis、これは OK やったんですね。 B 動詞たす ING、 B 動詞たす ING をつけることで進行形、今ほにゃほにゃしているっていう意味が出たんですね。これを中1の時に勉強したんです。 I am playing tennis っていうのは私は今テニスをしているところだよと、ちょうど今なんですねっていうのが進行形やったよと。つまり B 動詞たす ING、am, are, is 足す ing、 I am playing tennis みたいなのは今ほにゃほにゃしているっていう意味が出て、それを現在進行形って言ったんですね。で、ここで僕たちが勉強するのはそれの過去形バージョンです。前回の動画で B 動詞の過去形 am と is の過去は was、 are の過去は were っていうのを勉強したんですね。これ意味わからない人は前回の動画を必ず見直してください。それでも進行形は作ることができて、その時was playing とか were playing で過去進行形になるんですね。意味はその時ほにゃほにゃしていた、その時ほにゃほにゃしていたになるんですね。で、あとこのその時っていう表現でよく出るのが then と at that time、 これ両方その時っていう意味なんです。この二つも大事なんで、ぜひぜひ覚えておいてください。ここで新しく学ぶのはこの最後説明したとこですね。was ing とか were ing で過去進行形、その時ほにゃほにゃしていたっていう意味が出ます。そしてその時でよく出る表現は then と at that time っていうことやったんですね。ちょっとこれだけじゃあまりにも抽象的やから具体例見ていきましょう。今言ってたのは、例えば中1の時に習った現在進行形は I am watching TV now みたいな感じで、私は今ちょうどテレビを見ているところだっていう意味やってんけども、それを am、 B 動詞のとこを過去形にしたらそれは過去進行形になるよと。 I was watching TV then、 これどういう意味かっていうと、私はその時テレビを見ていたんだよとっていう風になるんですね。これが今勉強してるところです。で、ここ ING の作り方、これはもう中1の時の復習、中1でもやった通り、普通はそのまま ING をつけるけど play が playing になるみたいなもんだよやけども、例えば E で終わる単語にはこの E を取って ING をつけると、 come は coming になるよと。もしくはターンポイントは真字で終わる語には真字を重ねて ING をつける。こんなんややこしいですか。こんなんで覚えるよりも出るたびに覚えとった方がいいです。 run は running になると、この N が重なるよっていうことなんですね。こういうところに注意していこうねとっていうのをやりました。あと、疑問文と否定文あったんですね、進行形には。例えば、疑問文はこの B 動詞を先頭に出すと、だから普通の B 動詞の文と一緒ですね。 Are you a doctor? みたいなのと一緒です。 Why are you? になるんですね。だから Why are you studying English then? 元の文は You are studying English then やけど、その B 動詞を先頭にして Why are you studying English then? にするだけだよと。で、意味は疑問文になるんですね。あなたはその時英語を勉強していたんですかと。か B 動詞が前になるっていうのが大事なんですね。否定文は B 動詞の後に not を入れるだけ。これも普通の B 動詞の文と一緒ですね。Tom was playing baseball then っていうのは Tom wasn't playing baseball then になるだけやと。意味もただ単に否定になるだけで、 Tom はその時ベースボールをしていませんでしたとっていうふうになるんですね。 OK でしょうか。じゃあ、以上を踏まえた練習問題ちょっと軽くあるんで見ときましょう。 I was doing my homework then、 これ考え方、あ、B 動詞たす ING やって思うんですね。うわ、 B 動詞たす ING や、過去進行形やって思うんですね。で、訳の仕方はその時ほにゃほにゃしていた、ここに then その時ありますもんね。だから私はその時
宿題をやっていましたと。Do my homework で宿題をするっていう意味ですね。それの進行形バージョンなんで、私はその時宿題をしていたっていう風になります。次に、Why are you eating breakfast at that time? これも、うわ、be 動詞足す ing やって思うんですね。そして、おー、疑問文やって思うんですね。だから、まず、eating breakfast。朝食を食べているですね。ing があるから、朝食を食べていると。be 動詞足す ing は進行形ですね。だから、その時、朝食を食べていたんですかになります。あなたは、その時、朝食を食べていたんですかっていう文章になりますね。次さ、She wasn't playing the piano at 3 in the afternoon. これも、O と B 動詞足す ING やって思うんですね。それの否定文やなと。だから、彼女はプレイしていなかったってなるんですね。彼女はピアノを弾いていなかったよ。at 3、3時にね。in the afternoon、午後の。だから彼女は午後の3時にピアノをして弾いていなかったよ。弾いていなかったっていう文章になります。OK でしょうか。次、適語選択ですね。適する語を選ぼうと。The girls, ごにゃごにゃ looking at the pictures at that time. ここでの一番のポイントは、括弧の中は全部 B 動詞。で、ここに ING がついてる。だからもう進行形しかありえないんですね。だから進行形やから B 動詞足す ING やなと。じゃあ、どの B 動詞選ぼうってなるんですね。まず一つ目のポイントは、girls なんで、複数ですね。複数っていうことは考えうるのは、あーか、わーしかないんですね。で、at that time、その時ってあるから、これは過去のことを表すよって、わーになる。っていう感じですね。ここではこの look at がほにゃほにゃを見るっていうのも大切な、ところですね。だから意味は、the girls、少女たちは、were looking at、見ていたよ、pictures、絵を。At that time, その時っていうことですね。次2番。My sister wasn't, ごにゃごにゃ then. これも B 動詞があって、ここに一般動詞があるっていうことは、最初に伝えたように、英語では普通は B 動詞と一般動詞が共存することはないんですね。I am play tennis みたいなのありえない。だからここに B 動詞がある時点で、今のところ O 進行形かしかないんですね。だから My sister wasn't cooking になると。前意味はどうなるかっていうと、私の姉ちゃんもしくは妹はその時料理をしていなかったよになります。ラスト3番ですね。 What was your mother ごにゃごにゃ for ですね。これもここに was がある、 B 動詞があるっていうことは、もう今のところ進行形しか僕たち習ってないですよね。だからもう進行形しかないなということで looking for になります。あとここではこの look for でほにゃほにゃを探すっていう意味になるっていうのもすごい大事なところです。さっきやった look at はほにゃほにゃを見る。look for はほにゃほにゃを探すです。だからこれの意味は what was your mother looking for っていうのは、あんたの母ちゃんは何を探していたの？ね、was 過去やから、その時何を探していたの？っていう風になるんですね。OK でしょうか。ということで、ここではいろいろ復習も兼ねてね、いろんな説明したけれども、新しく出てきた知識っていうのは、was ing, were ing で過去進行形、その時ほにゃほにゃしていたっていう文章になるよと。前と後だと time はその時という表現でよく出てくるよっていうことだけでしたね。疑問文とか否定文とか ing の付け方っていうのは中学で勉強した通りです。のでね、あとはもうこれになれるだけですね。この問題集使っている人は右側に練習問題があるんで、必ずそれをやっておいてください。で、この問題集使ってない人もね、学校の問題集とかで類題見つけて、結局ノーヒントでできるようにならない意味ないですからね、今からね、類題見つけてしっかり練習しておきましょう。